皆さんどうも、T 島です。では今回もソウルドリフトを続き遊んでいきたいと思います。ということで、今回はダンジョン5ですね。こちらの方をやっていくんですが、このダンジョン5からですかね、ボスとの戦いが2連戦になります。まあ、まず1体目の出てきたボスを倒して、まあ、次に2体目に出てきたボスを、まあ、倒すという、まあ、2段構えみたいな感じですかね。そんな感じになっているので、まずは1体目のボスをこのスプラッシュポーションで、まあ、何発で倒せるのかやってみたいと思います。そして次の2体目ですかねのボスも同じようにスプラッシュポーションで、まあ、何回ぐらいで、まあ、いけるのかやってみたいと思います。ではでは行きましょうか。できるだけスプラッシュポーションは多分足元の方に投げた方が効果があるみたいなので、2発、3発、4発、5発、6発、7発、8、あ、やばい、それはやめて。結構これが一番きついんですよね。9発、よし、OK。 あ、やばい、こい、ちょっと一旦退避しないと、これはやばい。で、2体目のボスがどこ、いたけどちょっと自分を回復させないと、炎がやばい。ああ、またそっちか。なんとか耐えてくれ。1発2発、3発、4発、5発、6発、7発、きついな。8発、ちょっとどっかでスプラッシュポーションをまた持ち替えないと。やばい、まだ溶岩が。よし、ちょっと距離を取るために、よし、 OK。 今8発ですね。よし、今のうちに、やばい、スプラッシュポーションが足りないかもしれない、これ。9発、あー、9発、あー、でもボスは何も落とさなかったですね。というか、もうボス倒してるのに。危ない。ということで、一応1体目のボスですかねはスプラッシュポーション、まあ、9発、まあ、ちょっと距離とかもあったので、もしかしたら8発ぐらいかもしれないですけど、まあ、2体目のボスですかねは9発ぐらいですね。まあ約8発9発ぐらいですね。ただスプラッシュポーション足りるかな、これで。ちょっとその前にパンを食べて、ちょっと回復させてから行きましょうか。それなんで次は、まあ、この王の杖ですね。これでまあ強化なしで行ってみたいと思います。まだ残ってるな、こいつは。神殿の主よ、攻撃したらなんか逆になんかダメージ食らいそうだ。よし、じゃあ行きましょうか。さて、何発ぐらいかな。あいつは消えないのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11発、11発ですけど、これ結構一発のダメージがでかいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11発、11発ですけど、これ結構一発のダメージがでかいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11発、11発ですけど、これ結構一発のダメージがでかいな。
やばい、やられる。一応今3発ですかね。てか目の前に敵がいるし。よしよしよし、オッケーオッケー。ちょっと今のうちに逃げよう。3発、あ、やばい、これやられる。今が3発ですけど、ちょっと待て。やばいなこれ。ファイヤーチャージも来るんかい。これ多分一撃に多分2回ぐらい食らったら多分やられそうな感じですね。ちょっと火が消えるのを待って、今多分3発なので。よし、消えたな。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13ですね。あ、ただでもアイテムをなんか落とさないですね、まだ。13発。ほうほう。で、ちょっとスプラッシュポーションが足りないので、ちょっと一旦作ってきます。これ多分ここのダンジョン5ですかね、下手したら多分やられそうなので、ちょっとスプラッシュポーション作って、またそっから、まあ、次第1段階強化した状態ですね、でまた始めたいと思います。じゃあちょっと戻ってきますね。まあ戻ってきて、まあ、作って、まあ戻ってくる前ちょっとかっ飛ばしていこうかと思います。はい、ということで一応スプラッシュポーションまただいぶ作ってきたので、今回ですかね、次は1段階強化で行ってみたいと思います。さて11回だったのでどれくらいかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、10回、1回減っただけか。よし、ちょっとスキルが切れたんで、さてちょっと間合いを取りながら寝ないと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あ、やべ、うっそー、ファイヤーチャージか。あ、よ、あれ、なんか体力が一気に増えたな。多分、ん？ 1、2、3、4、5、 100、ん？ 100と108になってんのかな。そうですね、これハートが多分 HP 半分で10なんで、はい、なんでなんだ、これはこういう仕様なんですかね。そうですね、でも一応とりあえず今の状態ではなんか厳しそうなので、ちょっとじゃあこの状態で行ってみますか。いや、まさかやられるとは。やっぱり結構ダンジョン5、6は装備なしだとちょっと厳しいかもしれないですね、やっぱり。よしよし、一応とりあえず1段階目のボスは、まあ強化1回した状態で10
回でしたね。なのでちょっと次はパパッと倒して2回目のボスですねを、まあ、1段階強化した状態でちょっとやっていこうかなと思います。お、こっちか。お、ボスが消えたな。なんかさっきまでふよふよ浮いてたんですけどね。まあいいか。よし、じゃあ行きましょうか。さてもこいつはもうさっさと倒して、よし、 OK。 じゃあ1段階強化した状態で行ってみたいと思います。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,11 でもなんかアイテム落とさないですね。っていうことは多分2段階やったらまた1回ずつ減るみたいな感じなんですかね。さてちょっとじゃあ体力を回復させて、でももしかしたらレベル50の HP がもともとこの数なのかもしれないですね。まあ、ちょっとわかんないですけど、今までそのレベル50にしてから一度も倒されてないので、それなので全然気づかなかったんですけど、まあ、とりあえずじゃあ行きましょうか。次2段階ですね、強化してから行ってみたいと思います。よいしょ、 OK。 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9,10。 よしよし、ちょっと一度回復させて、さあどこ行った、あれ、いたいた。またこいつハマってんな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11回ですね。ただやっぱり一つ気になるのはアイテムを落とさないっていうことですね。ダンジョン5のボスはもしかしてアイテムを落とさない感じなんですかね。でも2段階上げても、11回で、多分1回目の時、1回目のボスの時もあの11回ぐらいだったので10回かな。なのでやっぱりさほどそんなに差はないみたいですね。ただあの強化しない時と、まあ、した時ですかね、1段階2段階、まあ、まあやっぱりこれもやっぱりちょっとあの距離感があると思いますけど、まあ一発ずつ、まあ、当てる回数がまあ減っていくっていうような感じですかね。さてではこっからですね、1回目のボスは多分もうアイテムを落とさないと思うので、2回目のボスの、まあ、討伐の方からちょっと動画ですかね、やっていこうかなと。それなのでこの1回目のボスは、まあ、倒すところはまあカットして、まあ、ちょうど倒されたあたり、1体目を倒したあたりぐらいから、まああの動画ですかね、スタートしていこうかなと。ということで一応今スプラッシュで倒して、まああの強化なしで倒して1段階2段階なので、次は5回目ですね、残り6回、まあそういうふうな感じでやっていこうかと思います。さていきますか。ただなんかボス全然落としてくれないんでね、ただ今の状態でもきついきついきつい、やられる。もう一応もうあとはもうアイテムを手に入れるだけなので、あ、クソ倒せないか、当たらない、ちょっと待て、あー持っていかれそう。いやいやいや、耐えろ耐えろ。ああそうですね、5回目倒しましたけど、敵はアイテム落とさないですね。よほどのレアアイテムなのか、それとも
もうもともとアイテムを持っていないのか。よし、じゃあちょっと6回目また同じようにやっていきたいと思います。よし、オッケー。ただやっぱり今の状態でも結構やっぱり食らいますね。やばい、やられる。あっ、くそー、もうマジでかー。6回目にしてやられてしまいました。ああ、そうか、やっぱりもう、多少やっぱりちょっと思ってたんですよね。ダンジョン5からですかね。多分、今の状態、防具なしの状態ですかね。一筋縄じゃいかないんじゃないかなと。もうまさにそうですね。防具なしの状態で、ダンジョン5で、2体目のボスですかね。で、やられるっていうことは、これダンジョン6にいたら、何回やられるのかなと思うんですけどね。ですけど、まあちょっともう一回。あ、間違えた。行ってみたいと思います。ただちょっと、パールがないんで、パールを。まあ6回目からですね。5回は倒したんですけど、まだ6回目を倒してないので、よし、いきますかね。ただスキルもちょっと、まあスキルはまあ別に使っても使わなくても、あとはもうボスが、まあ、アイテム落とすか落とさないかなので、まあ、MP が回復したら使いますかね。よし、6回目のリベンジです。おっと、いきなりそれか。待って待って、もうそれだけは本当勘弁してほしい。よし、ちょっと一旦逃げて、まあ、ただここの溶岩まだなんか残ってるな。おっと、待て、それは聞いてないぞ。ダメだ、よし、オッケー。危ない、やられる。結構ここなんか溶岩に持っていくのが多いな。止まって、おお、逃げないと、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、早く。え、よしよし、オッケー、かい。ちょっと今のうちに持ち帰らないと、こう6回目でここまで苦戦してたら、こうちょっとやばいな。あんまり近づきすぎたら一発のダメージがでかいんで。よし、倒したけど、やっと6回目ですかね、倒しましたけど、うーん、今回もアイテムなしですね。ダンジョン5のボスだけ持ってないような気がするな。これはきつい。予想以上にこれきついですね。よし、ちょっと回復させて。さて、じゃあ7回目ですね。もうこいつはちょっと気になるんですけど、行きましょうか。よし、来い。来い、来い。いや、来ないで。来ないで。結構ちょっと距離を取りたいんですよね、こいつは。
っていうのも一撃はちょっと結構でかいんで、1列と4つか、あーやっぱり落とさないな。よし、あ間違えた、8回目行きたいけど、ちょっと戻った。よし行きましょう。さて8回目行きたいけど、よいしょ、これスプラッシュもちょっと、あでもスプラッシュは使いたくないな。あれどこ行った、あいたけどそっちには行きたくない。やばい、これまたやられるパターンかな、もしかして。あやばいやばい、溶岩になる。そうなんですよ、ここダンジョン5はね、あの下が溶岩になったりとか蜘蛛の巣になったりとかっていうのがあるので、あ危ない、それなのでそこにも注意しながら、でまたさらにこの結構ボスが動きが早いんで、でまたファイヤーチャージですかね。よし倒した、あ8回目もなしだな。それでまたこっちの溶岩にもう押し付けようとするので、ちょっとねやっぱりその周りのこの地形の変化とかですかね、とかあともう敵のスキル、まあ、浮かせてこっちに持っていったりとか、まあ、それが結構ねやっぱり、まあ、攻略するにあたって難しいところですわね。自分ももう何回もやってますけどね、なかなかやっぱりこの変わるタイミングですかね、は一応もうここがもう炎になったりとか、あの白色のブロックですかねになってクモの巣になるっていうのは分かるんですけども、これだけはちょっといまいちよく分かんないですよね、持っていかれるのが。ということで9回目いきますか。よしよし、あもうスプラッシュが2つしかない。やばい、また持っていかれる、その前に倒したい、頼む倒れてくれ、よし倒れたけど Y も倒れる、危な、そうですね、なんかダンジョン5はなんかアイテムを落とすことなさそうな感じですね。多分これだけやってアイテムが落ちないっていうことは、まずなさそうな感じなので、スプラッシュ後に2つか。で一応もう次で10回目ですね。さて行きますか。さあ来い10回目。あいやまたこれか、やめて、これはやめて、それもスプラッシュもう2つしかないんですけど、あやばい、それ魔法の杖装備してない、スキルが、あでもいいかな、もうゴリ押し合い、やばい、ここに来てやられたくない、どこに行った、くっそー、最後の10回目でやられた、いやもうスプラッシュがない、どうしようかな。よしとりあえずまたちょっとスプラッシュ何発か作って、もう最後10回目のリベンジ
行きたいと思います。ちょっと作ってそのまたボス戦に行くまでかっ飛ばしていきたいと思います。はい、ということで一応スプラッシュポーションこれだけ作ってきました。まあ一応次で10回目なんで最後ではあるんですけど、まあ一応備えあればなんとやらということで、まあこれだけ作ってきたんですけど、まあそこまではもう使わないかなと。あとはもう倒すだけです。よし、じゃあ10回目いきますか。近くにいる。やばい、なんかあんまりご利用しすぎたらこっちがやられそう。よし、ちょっと待って、もう倒したでしょボスは。それでも持っていこうとするのか。よしよし、やっとこさ倒せましたね。ちょっとじゃあもうこっからもうおさらばしましょうかね。ただこっち、あそっか、あっちの上の水の部分でしたね確か出てくるの。そうですね、この上に確か出てきたんですよね入り口の。これでもダンジョン5でこれだけやられてたら多分6いけるのかな。よいしょ、とりあえず戻ってきました。で今回アイテムなしですね。ダンジョン5だけ多分アイテムがないっていうような感じですかね。ただまあやられることによって、まあ、体力が約2倍ぐらいまで跳ね上がってくれたので、まあまあそれはそれで良かったかなと。まあもしかしたらこのままやられずに行ってたら、まあ、多分気づかなかったと思いますねこれは。でこれでもしこのヘルメットとかですかね、高級のチェストプレート、ダイヤ装備ですかね、したらどこまで上がるんだろう。一応体力上昇、今レベル2の状態で26上がるので、まあ、一応戦士のブーツの方がまあマックスまで上げてるんで、まあ28ですかね。なのでそれよりもまださらに上がるっていうことは、これ何段ぐらい、今の状態で5段ですよね。で多分20で1列なんで、またこっから上がって9段。あでもマックスまでやったら15段ぐらいまでなんかハートが増えそうな感じですね。そんなになったらどんなになるんだろう。一つでまあ20ですよね。あ一つで20、一列で20か、20っていうことは200、300近くぐらいまで体力は上がるっていうことなのかな。まあちょっとまあマックスまで強化して今の状態で26なんですけど、まあ、それがどこまでまあちょっと上がるかまだわからないので、まあそれがもし30とか、まあ、マックス、あ30はないな、40、50ぐらいまでいくのかな。やっぱりそこまでいったら多分このハートの数が15段とかぐらいまで、15段20段近くぐらいまでいくんじゃないか。スター HP 的に多分400とか500ぐらいまで上がるのかな、まあ、それをまあちょっと楽しみにしながら、まあ、ちょっと採掘の方ですね、なかなかやっぱり鉱石ですかね、ちょっと手に入らないんですけど、今の状態でもまだ30まであったかな、34、まあ多分防具だけ、まあ、強化するにしてもまだまだ全然足りないんでね、
まあで、今日のポピーも結構あるので、まあまた採掘しながら、まあ早めにちょっと集めて、そうですね、もう防具だけでもちょっと先に強化しましょうかね。こうちょっと体力のその増える、まあ上限っていうんですかね、まあ、それもどこまで増えるのかっていうのをちょっと、まあ、今回やってみて、まあ、ここまでたまたま、まあ増えてくれたんで、ちょっとまた一つの目標として、まあ、マックスでどこまで上がるのかっていうのをちょっと見てみたいなっていう願望が新しくできたので、まあ、それに向けて、まあ、ちょっと採掘の方も頑張っていこうかなと思います。なんかふよふよ出てるけど、これは採掘速度低下3、まあ、これ採掘しないんであんまり意味ないかもしれないですけど、まあ、今の状態、多分シゼロ鉱山行ったら多分すごい遅いんでしょうね。まあまあ効果が切れてからまたシゼロ鉱山に潜ろうかと思います。では今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。攻撃速度が遅くなっている。